どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できますよということで、日々簡単レッスン動画を公開してます。今日も始めていきますよ。本日は G ラブウクレレのこのブラックビューティーモデルウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってやっていこうと思います。ただいま今使ってるこの G ラブウクレレ大好評販売予約期間真っ最中でございます。ぜひですねこれチェックしてください。めちゃくちゃ最高ですからね。はい。そしてただしですけどね、この厚さ2センチのこの旅レレに関してはちょっとね、予定数完売になってます。また次のスパンに予約できますんで、はい、それ以外のラインナップ、ただいま大好評販売予約受付中よろしくです。あと、9月の9日10日、ウクレレピクニックという、イベントでですね、G ラボウクレレのね、ショップが出展されますんで、ぜひ皆さんお出かけください。さあ、本日のレッスン入っていきましょう。本日のレッスンはですね、もう、愛がいっぱい詰まった素晴らしいラブソングお届けします。はい、こちらドン。二重のパラダイス。これはですね、皆さん、もう突き抜けてます。かなり突き抜けたこのね、いい感じなんですよ。ただしばっかりですけど、歌がすごい難しいです。ね、これはね、相当これはね、洋楽っぽい雰囲気がすごくあるんですけど、でもね、もうこのふんわり感といいラブリーな感じ、ポップで、すごいです。取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはこれはねもうなかなかすごいリズムとかいろんなアレンジが応酬で山盛りです。しかもこの歌の奥深さ、今回はくと深いですよ。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところでちょっとお勉強して、これからどんどん自分で音楽生み出して楽しんでいってしまいましょう。はい。じゃあレッスン入っていきますよ。二重のパラダイス。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1、2、3、4昔聞いた話、二つの虹を越えたその向こう、光輝く泉がある、その水面を映るのは本当の自分。幸せは今し I fly 目と目を合わせし G.I.F.Your.Car.G.I.F.So let's fly, I fly and fly Before I fly いつかわかるだろう、君にはもう君だけの色も形も優しさも強さもあるんだ。うまくいかなくたって失敗ばかりだって、僕はここにいるよ。 Love is so much 大好きなんだ、そのままで大好きさ。 Paradise だから物はそこにあるよ。気がついてよ、世界中探しても君は君しかいないよ。広がる楽園つなげよう、誰も誰もがパラダイス。幸せは今し幸せは slowly fly fly and flyI fly 目と目を合わせし感じ合える、だから大丈夫、心のまま行こう Paradise Yeah! せーの、二重のパラダイス、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これは今聞いていただいた方が、これ歌はさ、すごいいい感じなんですけど、歌ったらですね、この、難しいですよ。特に難しかったのは、この、Let's fly, I fly, and I fly,
we fly, and I fly, 目と目は、ここのフライの、and fly and fly のとこのとこ、めちゃめちゃね、なんていうのかな、難しいんですよ。あと言葉のリズムがやっぱこの、やっぱりね、16ビートすごくファンキーでソウルフルで、このちょっと跳ねたビートの中での歌なんでね、この辺がじゃあポイントになるかなと思いますね。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジになっております。これ、ね、どういうアレンジかというと、1番を丸々やった後に、本当に最後の最後のエンディングをひっつけてるんですけど、原曲ではこの最後の最後のエンディングのところはですね、キーが上がって転調っていうのをしてるんですね。まあなんでこれをやるとすごい難易度が上がるんで、ここはガズレレですから、ウクレレ練習用ということで、転調なしの簡単アレンジバージョンで一番最後のエンディングをひっつけているという、オリジナルアレンジバージョンでございます。まずこれでやってみてください。これフルコーラス私やりたいんだよなという方、まずこれで練習してもらって、慣れてきたら、これコード進行しつつからね、あの2番のコード進行を、2番は1番のコード進行を書いて、2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作ってトライしてみるのもいいと思います。ひとまずはガズレレアレンジの簡単バージョン、練習してみてください。ガズレレの動画にはね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでゆっくり練習してもらって、1個目のゴール設定としては、シンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と合わせて歌えたらね、演奏できたらね、もうすごいと思いますよ。この曲はやっぱ相当な聞き込みが必要になる曲で、歌がめっちゃ難しいですから、本当にね、ガズさんもこれはね、もうひっくり返るぐらいのね、お勉強しました。まあでも、できると気持ちがいいんですよ、こういうのはね。はい、取り組んでいってください。で、できるようになった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは、やっぱりなかなか難しいですからね。やっぱ最初は楽譜的なものを見て、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって大空に向かってこの曲歌うとかいいと思うんですけど、楽譜がまず必要ですよね。でも楽譜ってどこにあんのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズさんが手書きで書いているこのね、ノートもう37冊目ですけど、ここにこんな風に書いてあります。はい、これ。今日は1枚なんですけど、もうぎゅうぎゅう詰めになってます。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃめちゃいいサービス始まってます。はい。こちらになってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたパラダイスを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数の能動楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るには、やっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半から、スタンド FM というところで、ガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日、めちゃくちゃ役立つ、いい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点、概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは、楽譜を見ていきましょう。パラダイス二重です。はい、これ簡単版転調なし、アレンジになってますよということで、本当はねここでね最後のラストのところでこれキーが上がってるんですけど、そこはガズレレで転調なしですよということでございます。さあ見ていきましょう。これイントロなんですけど、これねなんか書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンでここにフレーズを入れていきます。これ後でしっかり解説していきますんで、ちょっとまあチェックしてください。でシンプル簡単バージョンでこの辺伸ばすっていう感じでありましたね。で、これちょっと弾き方も変えていくんで、ちょっとチェックしてもらいたいんですけど、ひとまずこうやって写しておきますんで、書いていってください。ここにこうリズムの
こととか、あとここにもちょっとこうコードが違うのかって、下に書いてあるのはかっこいいバージョンでのご案内になりますんでね、そこはちょっとチェックしておいてください。はい、こうやって写しておくので、まずはイントロから AB まで一時停止で書いてください。それか今紹介させてもらったガズクラブでこのガズさんの手書きノートをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。今日も歌がすごい難しい、言葉のタイミングはなかなかすごい裏拍ばっかりなんですよ。この V マークはこのねタイミングが分かるようになってるんですよ。ちょっとここを見てみると、せーのーさん、はい、うん、昔々聞いてた話、うんうん、こと二つの虹を、うん、全部裏で来てるんですね。この間にこの V が入って、これ休符なんですけど、ここでリズムがね取れるということなんですけど、なかなかこれ裏拍ばっかでですね、歌難しいですよ。こんなようなヒントがね、あのガズのノートにはたくさん隠されてて、歌詞カードにはないこういう伸ばすところとかもねすごい役立ちます。はい、ぜひあのガズクラブでこの楽譜をでダウンロードしてもらうのもご活用ください。お時間ある方は写しておくので、こんな感じで一時停止ね、メモってください。一時停止ね、はい、OK ですか。はい、どんどんいきます。はい、じゃあ C メロからサビ。はい、ここもいろんなね、かっこいいバージョンで弾き方がどんどん変わってますからね。言葉が詰まってんだよな、ここもね。すごいですね、サビとかも。はい、なかなかどうして、もうこの辺とかもすごいことになってますけど、はい、コードもこうやって変わってます、かっこいいバージョンね。はい、そしてここ最後ラストのところになりますと。ラストもまあサビと似てるんですけどね、ちょっとコード進行がね、ちょっと B メロのところとね、B メロのところの歌詞でコード進行変わっているという不思議な感じのね、かっこいいアレンジになってます。はい。それでここ終わったということなんですけど、ここちょっとね、いろいろ、あの、かっこいいバージョンといろいろね、コードが変わって、これコードがね、違うんですよね、かっこいいバージョンか。アレンジがちょっと難しいコードなので、簡単バージョンでは G7 ですけど、これあのかっこいいバージョンでは全く違うコードを使っていくぞということでございます。はい、出てくるコード今日めちゃくちゃ多いんだよ、ね、この赤く囲ってるやつはひとまずかっこいいバージョンなんで隠しておきます。今言ったシンプル簡単バージョンだけでもだから8個出てくるのか、言ってきます。 CAmFDmG7E7Em7D7 はい出てきます。まあでもこれはですね、今映ってるこの8個のコードはガズレレでは安心の入門コードなんでご安心ください。これはガズレレ必須コードのメンバーとなっております。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に覚えてもらいたい最初の10個のね入門コードのグループ、10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだから超簡単だけど、いっぺんにドンと覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。概要欄に貼ってくるの貼っとくんでね、10個の入門コードガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあここからねかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。とその前にね、やっぱこれはかなり今日は聞き込み必要ですね。すごい言葉のタイミングすごい洋楽チックで、あの裏拍で入ってくるんで、これはねなかなかこの16ビートの乗り出しですね、この言葉のリズム感もすごい大切になる曲なんで、しっかり聴いてかっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンコードがたくさん追加、どんどんいきます。まず簡単なの G7 サス4です。 G7 押さえとって小指の1個足したらこれ G7 サス4、はい、で離すと G7、 こんな感じで行ったり来たりします。はい、次 C の AUG と書いてオーギュメントと言います。 C 押さえといて4弦の1フレット、これですね。はい、これもかっこいいコードです。途中で出てくるんでね。次 F マイナーです。はい、F マイナーっていうのはこことここのね、3つなんです。これちょっと押さえづらいんですよ。これ親指でこうやって押さえるパターンもありですね。で、これ F マイナーはちょっと押さえづらく質問が多いコードなんで、F マイナーだけを濃厚解説レッスン動画、撮ってます。概要欄に貼っとくんで F マイナーちょっと研究してみてください。はい、次はね、G シャープ星。これよく出てくるんですけど、今日はね、その後は G っていうコードも出てくるんで一緒にご紹介。まず G からいこう。G っていうのはこことこことここなんですよ。これどうやって押さえるかっていうと、こうやって押さえ、ガズさんはこう押さえてます。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦ですね。はい、もうこれでもいいですよ。人差し指で 1,2,3 弦な、中指で2弦の3フレット、これでもいいですよ。この形、これが G なんですけど、これが1個こっちに来たら G シャープ星です。 G と G シャープ星、これ同じ形で1個ずれてるだけですから、そうやって考えると結構いいかなというふうに思います。これセットでね、サビとかで出てくるんで、これちょっと覚えておいてください。結構ねこれ G シャープ星っていうのはね、いい響きなんですよ、これ G シャープ星。はい、このコードを使ってやっていこうと思います。コードもね、結構ね、いい感じです。はい、じゃあ今日出てくるリズム、これが奥深い。はい、ドン、アルペジオ。
なんですけど、ちょっとこれ16ビートっぽいアルペジオなんです。まあ、ひとまず10アルペジオと16ビートの茶がメインですね。16ビートの茶もちょっとカッティング入れてファンキーにやる方がいいと思うな。はい、16ビートの茶と、あとは普通の16ビート。はい。あとは、16ビートの茶が半分っていう、16ビート攻撃みたいなところあるんですけど、まあ、これはちょっと細かいニュアンスですけど、こんな感じでいきたいと思います。今映ってるリズムの解説は、概要欄にあるウクレレのリズムいろいろというところの、ところに行くとですね、濃厚解説レッスン動画がね、そこにアップロードされてますんで、ぜひ見てみてください。で、この中で唯一ね、その解説動画がないのが、16ビートの茶が半分ということなんですけど、この後ちょっとね、パートの解説の中で、解説していこうと思います。まずですね、で、今日突筆すべきは、イントロ、フレーズを弾きましょう。これね、かっこよくて結構ね、取り組みやすいと思うんでね、ちょっとデモ演奏一回やってみますね。イントロです。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ、これやりましょう。これまずタブ譜を出します。このタブ譜の読み方わかんない方、概要欄に読み方貼っとくんで、ちょっとね、後で見てみてください。まず C を弾きます。最初ドーンと弾いたら、裏拍で1弦の3、2、今度2弦の3、0です。わかる？1弦の3、1弦の2、2弦の3、2弦の0です。もう一回 C を伸ばしておいて、この間に弾きます。せーの、こんな感じですね。簡単でしょ。次 Am でも同じことやります。はい。で、その時にこの4弦をちょっと触れるといいんですよね。かっこいいです。どういうことかというと、 C からいきますよ。せーの、今分かった、ここが入るの。 C ダン4ダンダンダン。これもし余裕出てきたら、この上のね、4弦の開放弦を入れてみたら、 C の時で、 Am の時はここずっと押さえたまんま離しちゃダメですよ。上の Am のところな、ここマーカー入れるとかっこいいでしょ。入れないと、というちょっとそっけない感じ。まあ、で、余裕出てきたらこの4弦を入れてもらう。もう一回 C の方から。せーの、 C3230 Am で3230。ここメロディーは一緒です。で、次 F と G7 の時は、今度1弦の3232、 F の時もそう。 F 押さえたまま1弦の3232だ、小指使いますよ。 F3232G7 の時も3232、こんな感じでいこうと思います。ちょっとゆっくり練習、最初から。せーの、はい。次 F です。3232、ここも4弦入れるとかっこいいよ。毎回この4弦の開放、ここで開放とか2フレットとか入れるといいと思います。これがちょっと今日かっこいいなというふうに思うんですね。これちょっとゆっくりでいいんでやってみてください。で、歌い出しなんですけど、これ今ものそうですけど、アルペジオっぽいじゃないですか。で、この歌い出しも、昔々聞いた話、ちょっと16っぽい、アルペジオっぽい感じなんですけど、ちょっと伸ばすところが多いんで、なんか、ズンドパンポンポン、ドゥーンとパンポンポンみたいな感じがいいと思うんですね。なので、普通のこうアルペジオっていうよりはちょっと砕けた感じですね。伸ばすのとプラスされてます。虹を越えたその向こう。こんな感じ。ゆるいダンドンドン、ドゥーンとパンポンポンみたいな感じですね。これ結構この伸ばすところが結構ポイント。伸ばすアルペジオやってみてください。で、幸せは今の B メロのところから16ビートのチャなんですけど、まあ慣れてきたらちょっとカッティング入れて跳ねて感じを出すといいと思いますね。幸せは今、幸せは空、Let's fly, fly. この Let's fly and fly、 ここめちゃめちゃ言いづらいですからね。Let's fly, 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 fly.はい、G7 サスも出てきたりとかしますと。はい、そして C メロ、わかるだろう、君にはのところ、ここはあえてボリューム下げて、16ビートの茶がないやつにします。そうすると、わかるだろう、君に、ここ C オーギュメント、だけの、色も形も優しさも強さもあるんだ。次はね、うまく、この C メロの後半うまくいかなくたってからは、16ビートの茶が半分というリズムが登場します。それやってみると、うまくいかなくたって、茶
失敗ばかりだってちゃ、僕 F マイナー分にいちゃですね。なんでこれ16ビートのちゃが半分っていうのは、ちゃが半分なんですよ、文字通り。ちょっと D マイナーうまくいかなくてでやってみると、うまくいかなくたってちゃ、失敗ばかりだってちゃかったか、はい、本当はね、うまくちゃかったたすたたかちゃかったかじゃないですか。なんじゃなくて一個抜かして、ダンダガダンダダンダズカちゃかったかダンズカダンダダンダンダじゃない。これが16ビートのちゃが半分です。同じようにでもファンキーなちょっと跳ねてるっぽい16ビートのビートの中で、やるということですね。はい。そしてですね、サビなんですけど、ここがですね、結構注目ポイントがシンコペーション。ほんで矢印マークでシンコペーションのリズムがズコーンと前に入ってくるよというのがあるんですけど、これかなり細かい刻みのシンコペーションなんです。つまりね、16ビートなんだけどアップでコードが切り替わるパターンのシンコペーション。16ビートチャですよ。やっていきます。I love you so much, 大好きなんだトーン。このままで大好きだトーン。パラダイストーンスとタカタトーン。そこにあるよタカタトーン。タカタトーンスとタカタトーン。アップで切り替わるシンコペーション。これがですね、ちょっと、ね、難しいかも。普通ですね、16ビートの一般的なアルペジオだと、大きいアルペジオで、ダンスがタカトーン、ドンストパカタカ、こうダウンでね、次のコードにこうシンコペーションするっていうのが多いんですけど、今回はなんと細かいちっちゃいアルペジオ、アップで変わるのがね、これ意識しておくとすごくいいです。大好きなんだオン、そのままで大好きさオン、パラダイスオン、宝物は、はい、この感覚がですね、ちょっとね、特徴的です。はい。そしてですね、最後、広がる楽園つなげよう、誰も誰もがパラダイス。ここ、決めが入ります。ここで G シャープ星と G の決めが あるんですけど、そのサビの一番最後、広がる楽園つなげよう、誰も誰もがパラダイス。こうです。ダーダーつく、ダーつく、ダーダカダカみたいな感じです。G シャープ星で、ダーダーつく、ダーつく、ダーダカダカみたいな感じですね。ここはね、こう、なんかいかにも決めっていう感じなんですよ。なんでちょっと聞き込んでみてください。もう一回、せーの、広がる楽園、つなげよう。誰も誰もがパラダイス。こんな感じです。ダーダーつく、ダーつく、ダーダカダカ。こんな感じでいいと思います。で、次、本来はここから2番に入っていく感じなんですけど、ガゼレールオリジナルでここからもうラストに行くんですけど、ここでかなりボリューム下げた16ビートで、幸せは今、幸せは、ここから、I fly, and I fly ってリズムが入ってくる感じにしたいんですね。で、ここはですね、さっきも言ったんだけど、この B メロの歌詞なんだけど、サビのコード進行に変わってんですよ。これはね、なかなかね、ちょっと歌いづらい。しかもここで、Let's fly, fly, and fly、ここの言いづらいとこが出てくるんでね、ここかなりね、ガズさんもね、練習したというかね、難しかったです。はい。そして、信じ合える、感じ合える、だから大丈夫。で、最後の、心のまま行こう。ここ G シャープ星と G で、だから大、これ一番最後のラストの、だから大丈夫。だから大丈夫。心のまま行こう。ここは、まま行こう。おだけ G ですね。はい。それまでは G シャープ星。まま行こう。おで止まって、パラダイス。で C で、こんな感じになっています。この G シャープ星がこのサビで登場するとまたこの雰囲気が高まるということで。まあ G シャープ星と G のセットなんで、これ形1個ずらすだけなんでね。まあここは比較的、一回慣れちゃうと大丈夫だというふうに思います。そしてこれ全体的にはやっぱね、これ16ビートがこの、ドンスク、タカチ、ダスク、ミスク、タカチと、このゆったりどっしり、大きい、やっぱね、ファンキーグルーブが必要で、この、やっぱ、動画がすごい参考になると、これも概要欄貼っときます。16ビートのチャがいい感じになる7個の裏技みたいなやつね。はい、これがすごくいい動画になってますので、これ参考にしてみてください。ふんわり、ちょっとこう跳ねてるリズムで、できればちょっと余裕ある人はカッティングを入れてもらうと、よりそのファンキーな感じになると思いますね。やっぱそれ、あとそのサビのシンコペーションというか、この歌詞の歌い、まあ、とにかく、レベルは高いです。はい。で、やっぱりこの曲はね、やっぱパラダイスという曲、曲名もあるということで、なんかこう、すごいいい雰囲気のね、歌詞のね、幸せは今、幸せは空とか、こう気づくとかね、なんかそういうメッセージが、宝物はね、そこにあるよ、気がついてよっていう、ほんとね、もう僕たちにね、もうメッセージがたっぷり詰まった、ナイスなもうね、ハッピー曲なんでね、もうテンション上がりますわ。大きい、雄大な気持ちで、歌っていきましょう。ミュージックビデオもすごい素敵ですからね、イメージ持って歌うのがいいと思います。それでは、やっていきましょう。二重のパラダイス、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。
昔々聞いた話、二つの道を越えたその向こう、光り輝く泉がある、その水面を映るのは本当の自分。幸せは今、幸せは空を Let's fly, fly and fly Reply and apply 目と目を合わせ信じ合えるか感じ合える。 So let's fly, fly and fly Reply and apply いつかわかるだろう、君はもう君だけの色も形も優しさも強さもあるんだ。うまくいかなくたって失敗ばかりだって僕はここにいるよ。 Love so much 大好きなんだ、そのままで大好きさ。 Paradise 宝物はそこにあるよ、気がついてよ。世界中探しても君は君しかいないよ。I'll lock down つなげよう、誰も誰もがパラダイス。幸せは今し幸せはそのネスプライファイエネファイファイエネファイネと目を合わせし感じ合えるよ、感じ合える。だから大丈夫、心のまま行こう。パラダイス、20のパラダイス、ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。このスケールでかく雄大に行きたいんですけど、この言葉が早いからなんか縮こまっちゃうイメージもね、なっちゃうんですけど、そこを突破するこうやっぱ練習は必要だと思うんですけど、しなやかに雄大にこの曲が演奏できるようになったら素晴らしいと思います。ぜひ取り組んでみてください。さあ、さっきもお伝えしましたけど、はい、 G ラボのグレードただいま大好評で販売予約受付中、ぜひチェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。あと9月の9日10日、ウクレレピクニックで出店しますよ。お待ちしてます。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、Gラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。